すず、なんか悩み事でもあるのか？なんでもない。そっか。でも何かあったらすぐ言えよな。お前より長生きしてる分ぐらいはきっと力になれると思うからさ。うん、ありがとう兄さん。ああ、そういえばあの子とは一緒に行かないんだな。うん、最近は二人で一緒にいるところ見られるの嫌がるし。そっか、微妙なお年頃ってやつかな。そういえば兄さん、最近は会社に行くのが早くて大変だよね。そうか。そりゃあれですよ、俺もやっと社会人としての自覚ができてきたってことですよ。いやいや、赤金兄さんからそんなお言葉が聞けるなんて、僕も弟として安心できるというものですよ。こいつ。おっと、もうこんな時間か。悪いな、45分の電車に乗らないと間に合わないんだ。いってらっしゃい兄さん。ここは自分の部屋？違うでしょ？今はお昼寝の時間ではないでしょ？違いますか？それともそんなこともわからないほどおバカさんなのかしら？いえ。すみません。ったく、トイレにでも行って顔を洗ってきなさい。それからこの書類間違ってるからしっかり直しとくように。自分の部屋って、あんた自身の行いはどうなんだよ。